因島水軍祭りは、広島県尾道市の因島で行われるイベント、1991年から開催。毎年8月に開催されているが、年によっては変わる場合もある。村上水軍の拠点だった因島において、その優壮さを再現するような祭りであり、島祭り、日祭り、海祭りの三部構成を3日にかけて行われる。会場は三部ともに因島アメニティ公園。 1980年、因島青年会議所が企画したちびっこ水軍祭りがそもそもの始まりで、1988年会と島の博覧会プレイベントとして開催された因島村上水軍時代絵巻フェスティバルがこの祭りの前身である。1989年旧因島市は造船不況を経て水軍をテーマとした観光業に着目。 その中で1991年第一回院の島、水軍ふるさと祭りが行われ、1993年から三部構成となった。1999年ふるさとイベント大賞受賞、オープニングイベント。祖先に感謝し、祭りの成功を祈願するものであり、村上水軍の出陣式を模したもの。いか流れを記す、水軍祭りの第二部にあたる、敬語集と呼ばれた。 村上水軍が任務を終え夜に帰還した際の凱旋式を模したもの。いか流れを記す、水軍祭りの第三部にあたる、焦燥レースになる。ここではメイン会場である因島アメニティ公園への交通を示す。ありがとうございます。